どうもショータイムゴルフです。ほんとさ、はい、これだっつの、これだよ。もうみんなちゃんとスコア見て、もうずっとパーだから。あなたたちもずっとパーでしょ。まだいとってないじゃん。ちょっと覚えてないな。はい、4番アイアンで190ヤード。なんかさ、4番アイアンの時ちょっとシャンク気味に当たるよね。あ、でもちょっと奥。あれ、ピンまで行ってないでしょ。いやー、なんかちっちゃいんだよな、多分。左にグリーンに。はい、ドクも190ヤード。4番アイアン。ちょっと左からの風だね。ちょっとカットしすぎで乗ったけど右に風でね、流れちゃったね。5で行く気がしないらしい。5番やん、190。ちょっと左向いて右押してみなよ。ナイス。ちょっとでけえけど。ピンハイぐらいかな。ナイスショ。今日はキャディーさんがずっと目つちをしてくれてます。ありがとうございます。今なんかゴルフちょっともうちょっとだいぶウェッティじゃなくなってきたから。分かった気がします今。また行っちゃった？ちょっとゴルフ分かった。また行っちゃった？また行っちゃった？で彼女の方は？それ伊藤くんの伊藤くんの話じゃないの？てるきくんがここにいてぶつかった。もう何やってんの？早く乗ってよ。さっき掴んだもの忘れそうになっちゃった。え？さっき掴んだの忘れ、あ、さっきパッ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 。ね、てるきくんちょっと俺教えてほしいことがあるんですよ。僕はですね、人生を一括りに考えてしまうんで、ゴルフと人生を別に考えられないんですよ。てるきくんはゴルフと人生別に考えるでしょ？で。でさ、ゴルフが最優先事項だから恋愛もしないでしょ。そんなことないよ。え、違うの？募集中です、募集中。募集中？皆さんどうですか、この香川真司の男、23歳。イケメンだと思う。イケメンだと思うんだけどな。僕なんかより全然イケメンだと思う。俺全然かっこ悪いからさ。人としては俺勝負には負けないよ。あー、最低だもん。そう、人としては男として比べるのも申し訳なくなるんですよ。比べないでくれる？別に俺はいいんだよ。比べるまでもない。いいの？いいの？自分が幸せにやってっからいいんだよ。楽しく。え、これどっ？これまたあれでしょ？伊藤くんいいわってみんなに言われるんだよ。傷つけてないよ俺。はい、竹内プロアプローチ。ねえ、ちょっとさ、俺ばっかりカメラなんだよね今日。ちょっとカメラやってくる気ないの？次なんだけど俺打つの。どういうイメージでいきますか。ワッドントンコロコロカポン。なんかよくわかんないですけど、そういうイメージらしい。皆さんでもこのアプローチはね、結構参考にしていいと思いますよ。結構綺麗に入るからだいぶ上手くなった。ナイス。ちょっと弱い。でもね、てるくん手怪我した時2ヶ月アプローチしかやってなかったからね、めっちゃアプローチ上手くなったんだよね。はい、伊藤くんの影で見えないけど、伊藤くんのバーディーパット。焦点の影響であの竹ぐらいだな。そう、このね、奥の竹ね。30センチぐらいですか。結構左出した。小生素晴らしいショットでベタピンにつけましたね。コーナー取られちゃうかな。バーディーパット。これはもうごっつぁんバーディーパットですね。上りフック。プレッシャーかけない。もう2オーバーなの？大体2メートル半、3メートルないぐらい。結構切れそうですよね。右に出せれば入るパット。あー、めっちゃ切れた。いや、最初で持って帰ったね。ちょっとファーストキスパターンの威力がなくなってんじゃん。結
やっぱ難しいパットですね。ナイスパー、しっかり打ったけどね。スライスはどうですか。カットしないでね。その反応やめろよ、首かしげるな。いや面白くねえな。面白くないねつかなのナイスナイスパー。え、何そっちからフックなの。スライスじゃないのこれ。スライスに見えるの俺だけ。スライスじゃない。どっち。スライスじゃない。スライスじゃないスライスじゃスライスじゃないみたいですね。ナイス。今日入れるね、そういうのね。入るよ、今日は長尺だもん。てっくん、なんでこうクロスハンドにするんですか、パターとか。クロスハンドはなんでだろうっけな。気づいたらクロスハンドになってそういう感覚でも大事だよ。ああ。でも順手だとやっぱテイクバックもう上がんなくなっちゃって。はい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 、みんな同じようなこと言ってる、うん、なんかね、左手の握りも強くなるし。でもそうなんだよね、左手のグリップが強くなるんだよね、順手だと。結局どんどん手こう出ていっちゃうから、うんうんうん、し、なんかさ、パンチ入って打っちゃう気がする俺は。順手になると緩むよね。うん、だからパンチ入れたくないから緩んじゃうじゃん。なるほどね。だからしっかり打てないから、俺はクロスハンドでも同じことになる。クロスハンドだともっとこうカットになっちゃって滑るから。俺ダメだからさ、左右帯は最初ですね。だから、俺はクロスハンドでもダメだから俺長尺にしてるだけの。なるほどね。クローとかはダメなの。クローグリップ流行ってるでしょ。やったんだけど、うん、クローだとね、もっと左手のグリップ強くなっちゃう。ああ、握るから、握るからね。クローにしてる人たちっていうのは、こう右手が強いから右手を殺したいってやってるんだよ、多分。はいはいはい。俺は多分右手だけで打ちたい人なの。あ、逆にね、左手を殺したいのね。長尺こうやってやってると右手のこの動きとこの肩の動きだけで打てるじゃん。はいはいはい。だから長尺がいいね、俺は。なるほど。はい。はい。ルテックの14番。343ヤードのパー4。ちょっと左ドッグレッグ。うまい。てるきくんじゃないんだけどね。ナイス。ずっとさ、僕から女の子なのやめてくれません先輩本当はずっと、本当はそうだね。伊藤くんがずっとオーナーのはずなのね。気のせいじゃん負けず嫌いだからさ、俺に物取られても結構嫌なんだよね。なるほどね。わーお、意外と曲がってない。バンカー、ここだけはセーフだね。バンカーです。山に当たって。バンカーです。バンカーにある。あります。お、ラッキー。目で見える。目で見える。目視で見えるらしい。ラッキー。ね、てるてるのこのセーターいいね。お揃いまた買ってこようかな俺。やめて。なんでよ。結構お揃いのセーター持ってるじゃん、ちゃっかり。持ってない。1個よ、お前がパクったんだろ。仲いいアピールすんのやめとけ。やめてよ。ねえ、ひどくない？もうほんとひどいよ。おお、いいね。オッケーオッケーオッケー。悪くない悪くない。あれで今振り抜けなかったけど、振り抜けたらもうちょっと、ナイス。あっ、ちょっと手ブレ補正が体重乗せられるか。今のはこうちょっと引いちゃったじゃん、緩んで、はいはい、引いたから今ポーンとポッポンっていう球で左捕まっちゃったけどさ、あれがちゃんと体重左に乗って体重が乗せて球に打てるから、体重が乗んない、軽いじゃん。ヘッドスピードだけで飛ばしてるから、あれ体重乗ってくるともうちょっとまっすぐでいい球だ。うん、体重が抜けちゃうじゃん、こうやって打ってるから。これがちゃんと体の内側でプッと体回ってくれるので体重乗せられるからもっと飛ぶ。まあドライバーに関しては今日できてたと思うけどね。うん、できてたよ。おかしいもんね。おかしい。君の距離おかしいよ、意外に。いろいろもうね、いいの飛ばなくて。いや、飛ばしを捨てたいって言うから俺あのクラブ作ったけど、うん、でもあのクラブでもしっかり体重乗せていけば、前歩道じゃないけど前と今の間ぐらいの距離でしっかり球コントロールできるはず。今なんかちょっと抜けてるような球でしょ。今日初バンカー、伊藤くん。
ポッパチ115ヤード。ちょっと手前かな。せーの、2打目91ヤード、まあ、じゃあこのちょっと打ち上げ60度でいくそうです。風は左からフォローですね。目の前の木越えですけど、まあ問題ないでしょう。方向はぴったり、距離もぴったり。ナイス、しゃ、ナイスバーディー。こういうキャラじゃない、俺キャラ違う。俺こういうキャラじゃない。キャラじゃない。違う、違った、うん、渋滞しちゃった今。こんな感じなの、もっとぶっ飛んでる感じ。いや違う違う違う、もっと普通な、もう一番、ね、一番一般ピーなんで。一般ピーって何、一般ピーってなんだ、一般ピーってなんだろうな。一般ピーって違う。パリピここだよ、この人だよ。そうだよ、クラブとか大好きだから。そうだよね、うん、なんかね、うん、YouTube になるとイメージ気にするんだけど、結構この人ね面白いんだよ。ノーマルです。面白いの。ノーマルで面白い。だから俺ずっと一緒にいるの。何ヤード？88、52。52で打つの。うん。テープになって3度で75ヤード以上打たない確か。ああちょっと構えちゃったね。左。ピン左持ったのかな。ちょっとでかいかも。ちょっとでかめ。テイクなんでその58とかで打たないんですか。あのこんぐらいの短い距離とか。58は打つよ。5860ヤードぐらいまで飛ばせるよ。でもあこんぐらいこんぐらい、いや飛ばせるのは俺もさすがにそうですよね。飛ばせると思うんですけど。でも元々そうだよね。75ヤード打っても70ヤードぐらいまで、ね。そうだね。70までだね。70で本当に。高さで行かなきゃいけないときは58だけど、だけど70ヤードから100までは52度で、フルショットはもう58ではしないってことですね。フルショットしたら結構飛びますよね。58のフルショットね、なんか距離感わかんないよね。どこまで飛ぶか、スポンってなんかこう上抜け出っちゃうし、はいはいはい、テレックにちゃんといろいろ考えてるよね。硬いもんね。昔からずっとこうやってやってたからね。俺は結構ほら飛ばすのは下手だだけだ。でもザックバランじゃないじゃん。俺ザックバランだから。まあね、もうそういう顔してるしね。うるせえよ、顔か顔の話。何そういう顔って。どういう顔やねん。小生のキャリーここでバックスピンであそこに戻ったみたい。キャディーさんが言うには入りそうだったって。よかったね小生。この距離今日入んないんだよ。テイクの、サードショットですが、カラーなんですがパターでいきますね。上って下りのマウンド越えの難しい。ちょっとおお、うまいうまいうまい。はい、ナイスパー。はい、ナイスパー。はい、ナイスパー。あ、OK です。はい、やっちゃいます。やっぱ分かって、やっぱ気づいたよ。パターなんか気づいた。いけるわ。気づいたか。はい、伊藤くんのバーディーパット。この辺。邪魔。バーディーパット。10メートルぐらいかな。フック上りですね。え、それはひどい。引っ掛けた引っ掛けた狙った。それはひどいわ。それは、それはひどい。もいや、もう一回だよ、もう一回だよ、もう一回、もう一回。あー、入れたかったんだ今。めっちゃ入りそうと思った。力入っちゃった。これね、この今小生が立ってるとこあたりが結構マウンドになっていて、まあ今日全体的に雨ピンポジションなんで山の上に切ってるんですけど、結構こう傾斜がね強いところに切ってるので。やっぱこうオーバーしてくると返し難しいですね。これも、まあ、下りがちょっと入る、そして大きくスライスするパットです。かなり左向いてますね。しっかり左打った。いい感じ。うまいですね。ナイスパー。長尺だとかなりいいですね。小生イーグル逃しのバーディーパット。
これもまたイージーな上りのフックライン。さっきより切れないですからね。これはもうボール1個ぐらい右出せばもう入るパットですね。残念、切れませんでした。ボール1個右だったっすよね、うん、だいぶ右だった。もっと、もっと右だったね。ナイスパ。まあ思ったより切れなかったっちゃ切れなかった。右縁ぐらいでよかったかな。まあ、でもさっきの切れるイメージがあったからね。そう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 、ちょっと内側は打てない ね。俺長尺になったらスコア打たないじゃんね。毎年座ってこの時期は言ってます。なぜ変える、デジャブですね、これはね。なぜ途中で変えてしまうの。見てくれを気にしてるんですかね。飽きちゃう。飽きちゃう。うん、クラブも飽きちゃうから半年に1回変えてんの全部。ゴルフ向いてないんじゃないかな。飽きちゃう。スコアを捨てて飽きを来ないようにしてる。満たす。でもね、クラブはね、確かに飽きちゃうじゃん。まあ、変えるのは悪いことじゃないと思うんですけどね。悪いことじゃないと思うけど、ずっと使ってて飽きない？クラブだってさ、飽きてさ、変えない人たちばっかりになっちゃったらさ、ゴルフ業界さ、赤字だよ、ずっと。あ、このローズ好きなんだよね、これ。昔からのコーン来たね。うん、ちょっと不思議だね。うん、綺麗な庭園のようなホールですね。ここ綺麗でしょ。綺麗だね。毎回チーピンするスイング。15番です。取れなかった。15番のパー5、ね、自分の得意コースに持ち込んできたからな。そうだな、左ドッグの500ヤードのパー5なんですが、どこ、ああちょっとすいません、この右のフェアウェイです。あら、今日捕まんね、スイング悪い。まあいつもか、スイング悪いの、うん、いつもです。テイ君、狙う方向が違うか。テルテルにな、彼女ができたらもうちょっと頭柔らかくなると思うんだけどね。別に硬くないじゃん。え、いや、だいぶ柔らかくなったんだよ。そうなの、ね、うん、うちにいた頃のうちでのあだ名はハンマーパンチだ。いい球、うまいね、ナイスショー。球を追いやすいもん。トリックね、まっすぐしか飛ばないからね、うん、一回切っていいよ。はい、いつもより絶対ヘッドスピード出てる、出てる。え、今日体切れてるよね、ちょっとね、いつもより。うん、使い方がなんかシンプルになったかな。うん、めっちゃいいとこ、ここや。ナイス。ショーさん、滑るしいね、ショーセ。今日なんだっけ、ロッカーなんて名前になってたんだっけ。ね、井の川翔平になってた。翔平になってた。ひらがなで、ね、うん、そうそう。俺の感じもショーセの感じもちょっとめんどくさいから。改名しちゃった。時内照樹だけ綺麗に書いてあったんだよ。俺名前なかった。あれじゃない、翔太さん予約して、翔太さん予約して忘れたかも。前回も俺の名前入ったから、透明の時に綺麗なやつだな。いや違う、俺じゃない、俺も翔太さんもテレ君のはいる、いつもいる存在だから名前言うの忘れんね、多分。透明でやったんすか。透明でやったんすか。透明、あれでしょ、リカさんたちのでしょ。そうそうそう、リカさんか、懐かしくね、リカさん。え、それいつで、もうすぐ出んじゃん。次でね、次だね、もう出るんじゃない。俺ら今撮影してる時はまだ出てないよね。もう出ると思う。リカさんどうでした？いや、うまかったよ。パターうまかった。あ、パター女子っぽいね。パターインスタアプローチ、アプローチとね、パターめっちゃうまかった。パターしきりじゃない。基本オッケー。少し、ショートパットめっちゃ入ってた。ショートパットの距離感は合ってなかったけど、でも短いのバンバン入ったし。今日テルテル飛んでるよな。俺飛ぶんだ。今日テルテル飛んでる。まあ小生があそこなのは。てるてる今日飛んでるよね。だって俺ミスショットしてもね、俺がミスショットしてもテルクより前にいたのに、ミスショットで横に並ばれるの結構心外。伊藤くんが飛ばなくなった可能性ある。それあるよ、うん、飛ばなくなった。テル君前より飛んでる、うん、間違いないね。だからお互いダメなんだよ。俺が落ちててるてるが飛ぶようになったから。そう、ね、そう
だ小生とシズで回った時小生と一緒だったもんね。確かに。な、何歩、何歩テイ君と何歩差があるの？3ヤードぐらい。いや、向こうは9ヤード。そう、向こうだからね。はい、どうぞ。3ヤードか。いいよもう何ヤードでもさスコア負けてんだからあいつ3ヤード 3打か3打3打3打89が偉くなったな。89ってだいぶ反省して何を何、まあ、パターンはまあもちろん、いやパターンもちろん要因大きいけど、じゃあまずまず、うん、まずあのねちょっとね、うん、心を変えようと思ってあのクラブ握らない日を作らないようにしたの。あーなるほどね。家の下に練習、あの家の下っていうか事務所に練習場作ったからさ、その練習ちゃんと活用してんの最近。なるほどね。220ぐらい打ち上げ入れて、220の打ち上げ4遊、ちょっとでかいと思う。4遊でカットしろ。いや、つま先上がりだから。カットしてるじゃん。ちょっとズームできない。距離ビッタンコじゃない。ズームできないっす。乗ってる。左もう220クラブはスプーンで、はい。わお、すーげーフェード、ナイスオン。近いんじゃないのあれ。すごい。入った。入りゃしないよ。なんなのそのすぐ入ったっていうの。自分が勝ってたから入ったかな。入ったっていうのさ、カップ動いたっていうのテレテレのさ名言集だって入ったと思って。あの皆さん YouTube をカットしてこう名言集作っていただいても構わないです。竹内輝樹、いやそんなコアなファンいるのかな。竹内輝樹ファンが必要だよね。そうだね。何何だって。宗教団体に作ろう。ああ、竹内輝樹教。竹内輝樹教ね。一回入門しようかと思った時ある。マジでドライバー下手で直ドラいいなって思った時あった。うんね、あれはすごかったよ、ね、うん。いや皆さん本当にね、この今の小生の球みたいな本当に球置くだけでテレックはドライバー打ってたんで、まあひどい時はひどかったけどね。あ、200ヤード4番やん。200ヤード4番やん、うん。いい球。ちょっと右右、エッジちょっとぐらい。ちょっと歩く？歩こう。健康のために歩きます。ね、てるくん、本当にあれ、ティーショットイップス悩んでたもんね。うん、まあ、ティーショットだけじゃないけど。すごいよね。でもさ、俺あの時、マジでさ、いや、僕の中でですよ、これは皆さん。僕の中では、中学の時の竹内てるきって言ったらね、全国2位だし、もう本当に雲の上どころの騒ぎじゃない人だったんです。それがアメリカから帰ってきたらイプスになってたからびっくりして結構ショックだったんだけど、そこから脱却してね。脱却っていうの日本合ってる？合ってないと思う。合ってない。なんていうの、俺も分かんない。まあティーショットイプスを克服して、うん、そうだって本当にひどかったんだもん。だってさ、左の OB と右の OB の間がね、200ヤードぐらいある、200ヤードぐらいあるさ。そんなコースある？あったの。そんなある。そのくらいある広い広いと本当にもう感覚すっごい広いコースで4番アイアンでティーショットして4発とか OB してたんだよ。どうやって。それはでも4番アイアンで OB がそうだよ。ドライバー打つじゃん。ドライバー打ってスプーン打って4番アイアンって最後7番アイアンでした。7番アイアンで打ってもスレスレだった。スレギリギリ本当に OB ギリギリみたいな。関係ないから。その時の気持ちとかはもう怖いですか、本当に構えて。だってもうどこ行くか分かんないからね。ああ。もう振り方も分からない。当たるかどうかも分かんない。頑張って当てるけど、打ち出しがこんぐらいあるから。左行ったらもう、こっち飛んでくから。でもさ、俺らのパターと一緒だよね。そうだね。うん、パターも俺らも出だしで分かんない。距離感分かんない。メンタルじゃなくて、うん、打ち方とか道具の使い方がやっぱ間違ってきて、だんだんそれで違和感から始まってくるから、それで不安になってくるんだろうね。そうそうそう、徐々にね。メンタルよりも、メンタルよりも最初は技術なんだよね多分。技術面が、技術面がダメになってくるとちょっと不安要素が増えるってことだね。そうそうそう、うん、練習しろってことだよね。そういうことだよね。練習で克服できるとイップスは。
ってことは僕のパターはパターの練習が足りないっていうことかな。はい、伊藤くん3打目58ですか。エッジから58度で打つそうです。ちょっと下りですね。結構左出した。やっぱ結構下ってる。おお、止まんない止まんない。これね、多分目がちょっと奥から来てるんですよね。ファーストバウンドがポンって前に割れたよ。はい、調整は3打目横からですね。56で、もう上りフック、まあ、今の傾斜から見てもかなりフックするラインじゃないでしょうか。いやこれもいっちゃうっけ。もっと強いか。ファーストバウンドポンって前行くもんね。伸びるね。今日結構グリーンのコンディションがちょっと締まってる。雨降った割には締まってるし、だんだん乾いてきてるのもあって、ちょっとファーストバウンドが前に行きますね。打てれば。はい、伊藤くんのバーディーパットです。どんどんまっすぐ、ちょっとフックするでしょ。ちょっとフックの上り。ナイスパ、ナイスパ。竹内照樹、いい感じのイーグルパット入ったって言ってる。入んなかったら土下座だね。はい、土下座してください。ナイスバーディー。フックだよ。スラッシュじゃない。大丈夫かこのプロ。今のは多分俺のせいじゃない。大丈夫かなこのプロゴルファー。ナイスバーディー。今打った瞬間変わんなかった。何か傾斜。なんでさ、打った瞬間に傾斜が変わるってどういうこと。天変地異が。天変地異もいいとこだよ。小生これ難しいね。めっちゃスライスだね。この辺寝ろ。めっちゃスライスだね。バーディーパット。残念、ナイスパー。愛の力が足りないんじゃない。愛が足りてないんだよ、小生。小生、愛が足りてないんだよ。足りてたよ、あの時は。愛の歌歌って、愛の歌、愛の歌。何がいい愛の歌。愛の歌ってたくさんあるよね。愛の歌響き渡れば。その歌好きじゃないんだ、あんま。俺も好きじゃない。元カノがよく歌った。出た。愛は楽じゃない。あ、そっち？そっちだ。そっちだ。そっちの愛だ。そっちだ。そっちの愛の方がいいね。うん。この動画いい動画なんで、いいと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。また。またね。